ってるならまた話は変わってくるなってプライベートの情報出してしまってるんで、それ良くないなと思って、あ、すいませんって謝って、謝ってるのに、お前夜道遅そうぞって言ったんですよ。どっちもよ、お前夜道歩きなんするからなって。めっちゃ怖で、なんかうちの頭がうちの頭がみたいな、ずーっと言うんですよ。で、そのすごい DJ 社長怒ってるのかなと思って、その後に会ったんですよ。で、聞いたら、怒ってないよって言われて、全然話しちゃうよと思って。シンプルにそのフォイがただ切れてるだけで、社長はそんなに全く怒ってないです。あって写真も撮ってくれてるし、なんなら動画とかも、そのレペゼンの妹みたいな。多分これがフォイなんだろうね。やっぱりその、イキリ気質っていうかさ、オラオラ気質なんだろうね。そのメンツとかプライドとかが全てで、この論理っていうか、この現状のこの把握とかせずに、やっぱガッツンガッツンいっちゃうタイプなんだなって思いました。この動画見て思った感想が、まずこのエレメンタルヒーローってこうサングラス外したら、これデカモモちゃんに顔そっくりじゃんね。メンヘラっぽい女の子ってのはこういう子になりやすいのかね。あとあれだよね、デカモモちゃんが最近カレンちゃんが飼っていた犬トイプードル飼い出したよね。全く同じ犬を。やっぱね、メンヘラのなんか思考とかなんか偏りってあるんだなって思いました。で、まあ、より人がね、久しぶりに見たんだよね動画ね。で、息吹き返していたのと、このフォイとこのね、バトってこの沸かせようとしているっていうのがね、だ俺はだから、去年のあの、コムドットの家に嫁った新野鳥、牛角のテーブルに登った新野鳥、あの勢いのままならば、フォイまでね、たどり着けたんじゃないのかなって思うんですよね。勢いってあるじゃん。もう次は次はみたいな。で、結局まあ、バンになっちゃって、まあ最近のね、TikTok、のまったりとゲーム、お母さんかっこいいとまったりで、シュークリームいなくて困ってるってなってる最中に、より人がこのフォイをね、横取りしちゃったっていうのがね、あの現状だよね。こればっかりはね。だからで、このより人と新野鳥もこの合わないんだよね。一回妻にゃん経由でさ、電話でバトル見たけど、でこっちの方がなんかもしかしたらだけどね、あの、またね、巻き返すんじゃないのかなっていう感じもするよね。まあ、ほんと久しぶりに見たんだよね。やっぱこのレペゼンとか、この大きいものを、でこの生きている敵に回すっていうのが、一番この得策かなって思うんだよね。まあ、俺はしないしね、このめんどくさいけど、まあ、知名度のある、こういうね、汚れ系の配信者はって思いました。だからまあ、まあ、新野鳥がね、この、X がバンになった、ね、クリームシチューが、あのいなくなったってね騒いでる間にね、配信会っていうのはぐるぐる回って、同じようなバトル、同じようななんか展開がね、違う畑でも訪れてるんだなと思いました。以上です。どうもありがとうございました。